アラダー・ゲレビッチは、ハンガリーのフェンシング選手。1932年のロサンゼルス五輪から1960年のローマ五輪サーブル団体で、夏季五輪史上初の金メダルを連続6連覇で獲得したことから、オリンピック史上最高の剣士と称された。ミシコルツで、父親と一緒にスポーツを始めた。彼の才能は早期に認められ、すぐに彼は、ブダペストの学校で、 世界的に有名なイタリアの巨匠イタロー・サンテッリと戦うことができた。アナダー・ーゲレビッチはオリンピックで6回優勝した唯一の選手で1932年から1960年まで金メダルを獲得し続けた。オリンピックメダリストの中で最初にメダルを獲得した時と最後に獲得した時までの28年間という記録は2012年に ニュージーランドの馬術家マーク・トットに並ばれるまで破られなかった。ジェレビッチのスマイルーゲン、息子のパール・ゲレビッチ、義父のアルバートボーゲンは全員オリンピックでフェンシングの種目でメダルを獲得している。1960年にローマオリンピックのためのハンガリーオリンピックトライアルでジェレビッチはフェンシング委員会から年を取り過ぎて競争できないだろうと言われていたが、 サーベルチーム全員との個別の試合に全勝したことで認めさせた。彼は1960年のローマオリンピックで個人サーベルの決勝戦で金メダルをあと少しのところで逃した。引退後、彼はブダペストのバーサススポーツクラブデフェンシングを指導し、1988年に IOC オリンピックメダルを受賞し、1989年にはモブのメンバーになった。 1991年に81歳で亡くなった。2003年にピスクステート天文台でクリスティアン・サルネツキーとブリニッタシプチェチによって発見された小惑星228,893は彼の名前にちなんで名付けられた。正式な命名の引用は2014年1月16日に小惑星センターによって公開された。ありがとうございます。